平京線は、中華民国に来たし、随香る区の三天霊駅から同志平京区の青い霧駅に至る台湾鉄路管理局の鉄道路線である。慶流に沿って走るローカル線で、週末には十分幕府などを訪れるハイカーがよく利用するが、平日には閑散とした路線である。十分駅の北側では、線路沿いに商店があり、商店街の真ん中を列車が通るように見える。 鉄道沿線の警告はかつては平ら系やば系とも言われ、最近は日本の鉄道ファンの間で台湾の保津橋と呼ばれている。また2013年5月1日より江ノ島電鉄と共同で1日乗車券の交流を始めており、相手側で使用済み1日乗車券を持参すると、次前の1日乗車券が無償でもらえるというサービスを開始した。これを踏まえ、 翌2014年7月には台湾観光協会や江ノ島電鉄など4社が観光促進協定に調印した。なお、日体の鉄道同士の連帯ということでは、いすみ鉄道と収集線との例があり、両社は2014年8月28日に千葉県勝浦市内で仮調印式を行った。もともとは日本統治時代の台湾において屈指の丹田と言われた。 青い霧港の開発のため、大美工業が付設した専用鉄道が前身であり、1922年7月に開業した。しかし、トンネルの一部の地盤が悪く、ルートの一部を変更している。その結果、3.0、青い霧港間が完成したのは、1923年1月15日のことであった。その後、1929年7月10日をもって、 台湾総督府に買収され、同年10月1日から、同鉄道部の平京線として営業を開始した。その際、2両のタンク式蒸気機関車が台湾総督府鉄道席となっている。ありがとうございます。